屋店限定の正月セールの商材を紹介します。まず、はやぶさランブですね、3.5 寸、商品の方は、当店が厳選したアイテムになっておりまして、こちらは一部になっております。値段の方は380円です。続きましてこちら、デュエルの、プレミアムアオリキューですね。当店の売上上位6位を選びまして、480円しております。サイズの方は 3.5 寸になっておりますので、かなり機械の多いエギだと思います。次に、船目丸のシーズンになっておりますので、オーナーの船目丸の餌仕掛けですね、白鯖用の、仕掛けになりまして、ハリス 0.5 号ということで、かなり渋い季節でもご使用できるタイプです。3枚パックで300円、かなりお安くなっております。次にこちら、はやぶさのロングシラスカットですね、こちらの方が5枚パックで500円ということで、ハリスの方が 0.85、サビキシーズンには特に使えるおすすめの仕掛けですね。次に、サンラインの、消臭除菌スプレー、匂いが気になる方にはおすすめですね。280円になっております。次に、サンラインオリジナルの、変光レンズ、人気のイエローであったりとか、ブラックであったりとか、カラーございますので、こちらが3908円になっております。次に、今年ハトバネ人気になりましたワニグリップですね。それのホルスター付きタイプということで、まず、ワニグリップミニの方がブラックとレッドとございまして、1980円、こちらのワニグリップの方が、2480円、同じこれもブラックとレッドでございます。魚を掴むのは非常に便利なものなので、ぜひどうぞ。次に、バッカー向けサブローですね。セミハードバッカーに取り付けることができるサブ受けになりまして、現在芦屋浜は非常にチヌが釣れておりますので、必要な必需品かと思います。こちらが2980円です。こちらは、第一成功のオートキングギャップ500、5メーターですね。カラーガンメタのみという形になるんですが、シーズンエギでね、イカ釣られた方には必ず必要なものになりますので、こちらの方が、7980円になっております。次に、タックルキャリーですね。バッカンと、ロッドホルダーがついたタイプになっておりまして、こちらの方が、通常が7980円ですが、4980円、カラーはブラックとホワイトになっております。こちらもおすすめです。次にこちら、飛び出すエビ元気ですね。11リッタータイプになりまして、エビ巻きのシーズンだから特に、売れ筋の商品になるんですが、こちらの方も同じく4980円です。次に、ヘシエアウラのですね、浮きと浮きケースになりまして、非自立タイプと自立タイプになりまして、ちょっと浮きがきっちり入る浮きケースの方をセットにいたしまして、浮きの方が 0.8、1.52 という形でよく使うサイズの、浮きの方をご用意しております。非自立タイプは 0.5、0.8、1.5 という形になっております。こちらは値段どちらも2980円です。最後に、イカ仕上げバケツですね。このイカ仕上げ味バケツの方ですが、水がこぼれた時にちょっとこぼれにくいようにしている汚れんトレイというものと、この味バケツをセットにしたもので、こちらにも中にはスカリの方が入っておりまして、スカリの方を、水につけた、海水につけていただいて味を生かすこともできますので、おすすめの商品です。値段の方が1980円です。いずれも、全ての商品ですが、正月3日間という形になっております。数も、数限りございますので、売り切れれば即終了ということになりますので、お早めに皆さんふるってご来店のお待ちしております。